はい、どうもこんにちは。今日はですね、先日お話しした PV のね、これバックステージのね、中を開けてね、基板をねちょっとお見せしますね、でね、今日はね、こいつフェフナーつないで弾いたんだけど、全然ねベースアンプとしてもね、使えますんでね、ギター初心者さんもね、ベース初心者さんもね、絶対いいと思いますよこれね、とりあえずね開けてみますね。はい、そういうことで、一応ねバラしました。これがね基板なんですけど、10ワットのねこのクラスのギターアンプとしてはね、パーツ点数がねやっぱ多いですね、かなり。ね、でね、こう使ってあるね抵抗関係もね結構大きいやつが使ってありますね。この辺はトランジスタですね。で、この辺がパワーで、パワートランジスタがあって、この辺にね、トランジスタが結構ありますけどね。パーツ点数は多いですね。ここにオペアンプが1個ありますね。でね、これがね、同じ、10W クラスのね、もうこれ10年前ぐらいのフェンダーのね、トランジスタアンプの基板なんですけど、これと比べてもね、かなり多いですね、パーツ点数がね。こんな感じですね。でね、作りはね、かなり丁寧に作られてますね。まあ、パーツはね、この辺はよく、見るようなパーツですけどね。この辺ね、は結構大きいやつが使われてますね。抵抗ね。まあ、コンデンサーとかなんかは普通のね、やつですけどね。これがね、電源のトランスね。まあ、かなりしっかりね、作ってありますね。これね、結構外すときね、これなんかこのクッション材みたいなのが入ってんだけどね、エンクロージャーから外すときね、結構こうなんていうかな、ボックスの方にね密着してて、ね、取るの結構大変でした、これね。まあこういうとこ見てもね、結構ちゃんと作られてるなって感じしますね。はい、ね、ご要望がありましたアンプのね中身ですね、こんな感じです。はい、そういうことで、ご覧いただきましたけど、僕もねちょっと初めて開けたんですけど、こいつね、ピグノーズね、ピグノーズアンプ、あれと同じで出力トランス使ってるのかなと思ったんですけど、電源トランス以外は使ってなかったですね。まあなんかパーツがいっぱいあったからね、このクラスのアンプと比較ね、今日見てもらったけど、あのフェンダーの同じ 10W と比べてもね、なんかパーツ点数が多かったから、まあその辺でなんかやってあるんでしょうね。僕もね、そのトランスチューブに関してはね、あんまり詳しい、その回路的なことはね、ちょっとわかんないんですけど、まあ、僕もね、勉強になりましたんでね。そういうことで、またね、なんかご要望がありましたらね、
メールいただければね、できる範囲内でね、お対応いたしますので、はい、PB のバックステージのお腹の中を開けてみましたというお話でした。